はい、どうも、こみです。さて、本日は関西クラクラクラブのホームからですね、お届けしていくんですが、ちょっとですね、今日はネクロ、頑張ってきたというふうに思います。で、ちょうどうまい具合にクラン対戦リーグで、今日お話をしたいですね、まあ、ネクロマンサーの形っていうのがあったので、せっかくなんでね、生アタックもちょっとやっていこうかなっていうふうに思ってます。ちょっと画面がね、うまいこと調整できなくて横に広がっちゃうかもしれないんですけども、まあ、多少ちょっと不格好なのは、ご勘弁ください。で、本日の生アタックも入れて、計ですね、4本、見ていってほしいなというふうに思っております。で、早速ですねやっていきたいと思うのですが、まずはですね、これですね、今日合計5本か、ごめんなさい、5本ですね、ちょっと見ていてほしいと思うんですけども、基本的なそのなんだ、ネクロラッシュの形っていうのをちょっとまずおさらっておきたいと思うんですが、これですね、私が、まあ、運よく全開取ったというか、まあ、実は、クラメンが うまいことルート作ってたんで、それをなぞらしてもらったんですけど、同じ村があってちょうど。こういう風に、ライトニングで、投石機と、クロスボウを巻き込める場合っていうのは、で、かつ巻き込めてですね、で、そこから、この壁際のこの領域、これを、グランドオーデンでこうカットできて、こうね、縦にごっつりこう削りが入れられる場合っていうのは、自分結構ネクロマンサーラッシュを対応します。今回のケースもそうですね。このアチャドと大砲まで壊せてしまえば、だいぶネクロマンサーが逸れる要素がなくなるので、6時方面はしっかりとですね、イエティとウィザードでカットをしていてます。ここはちょっと自分のオリジナルを少し加えたかな。で、シングルインフェルノがあるので、あんまりこれババキンをここに当てたくないですから、まあ早めに、アイスゴーレムを入れていって、で、このですね、キャンプは、ウィザードで壊しておきながら、ババリアンキングをこのキャンプから登場させていきます。で、これすごく重要で、この壁に隙間穴が開いてるので、こういうところですね、ちょうどこの隙間、ここからネクロマンサーが漏れていかないように、しっかりとカットをしていきたいという思惑があるんですが、若干ババキン遅かったですね。で、まあ、そのババキンがサイドをこうカットしていってくれてるので、まあ、ネクロマンサーは中心にこう向かっていくルートができているんですけども、あとそのままですね、ネクロマンサーを壁の中にどんどん入れていきます。ジャンプの呪文、今回3枚持っていって、レイジ持っていっていません。で、レイジがなくても全然ネクロマンサー伸びていっちゃうので、レイジ別に必須ではないかなと思いますね。まあ、持っていけるなら持っていってもいいですけどっていうぐらいで。で、投下兵舎をこれ、九時方面に打っていってるのは、これしっかりですね、この九時方面カットしていかないと、この今タウンホールを壊した後ネクロマンサーが外に出ていっちゃうので、それがないようにしています。これ結構際どかったですね。アーシャークイーンが当面の最中になんとかシングルインフェルノのターゲットを取ってたんですが、壊してくれたので、なんとか助かったっていう感じですね。で、中心部に入ったネクロマンサーは思いっきりそのまま一気に、ヒーラーがついた状態で暴れまくって、外周についてはこれですね、ロイヤルチャンピオンを投下兵舎から出てきたホグライダーとこう合わせて使っていくという形になります。で、そのまま一気にネクロマンサーはこの、3時方面に向かう。ロイヤルチャンピオンはぐるっと外周回りながらこれですね、3時方面に向かう。すべて3時方面に集結するようなイメージで回していくっていう形になります。結構、まあ、時間がね、厳しくなっちゃうので、回収をなるべく考えるとこういう風に、残しておかないのが大事ですね。ここ、投下兵舎から出てきたウィザードとペッカが、まあ、ここにいますよね。こいつらがしっかりこう壊していってくれたんで回収ができてるし、問題はまあ、こちら側。4時側の回収ですけども、まあ、そこに関しては、集結した、まあ、ロイヤルチャンピオンだったり、ネクロマンサーだったりが、あとは、ゴリッと押し切って、まあ、くれることを願いつつっていう感じですかね。バルーンをちょっと余分に持ってきてるのは、グランドウォーデンのオデヒーのところで、テスラモリとか引いちゃった場合、ケアするために持ってきてるっていうところですね。余ったんで、これを回収に使いました。で、さっき言ったですね、これ暗めの攻めをなぞらせてもらったっていうところなんですけども、実は全く同じ配置があって、ミッチーさんが惜しくもですね、これ逃したんですけども、ほぼほぼこれと同じ攻めをしています。で、さっきのアタックと何が違うのかっていう、ちなみにミッチーさんが当然これ先に攻めてるんで、僕はこのプランを使わせてもらいました。もう完全にハイエナですよね。で、これですね、オデヒーの位置もほとんどコピーをさせてもらって、テスラの位置まではほぼ一緒だったのかな。なんですごく分かりやすくですね、謎りができたなっていう気がするんですけども、ウェイクライトニングで綺麗ですね。ここしっかりと折っていきながら、グランドオーデンのオデヒーの領域までこう縦に削りを入れていってから、ネクロをガッツッとこう流し込んでいくという感じですね。
で、やっぱおでひのパート結構時間かかっちゃっているんですけども、もう仕方がないですね。これもう本当は手前テスラがなければもうちょっと早かったんでしょうけど、これしっかりやっておかないと、後々ネクロマンサーが思いっきり逸れていってしまうので、ちょっとね、そこは気をつけるべきかなっていう気がします。で、グランドボールでしっかり大砲を叩いて、アチャットを持って叩いてというところで、ネクロマンサー登場ですね。はい。ここでネクロマンサーをこのバーバリアンキングの方に当てていくんですけども、10日兵舎を先出してからバーバリアンキングを出して、でそれからネクロマンサーを出すという順番にしています。さっきの自分が出したバーバリアンキングはここからでしたね。このキャンプから出していって、10日兵舎をこっちの9時方面から出していきました。この違いがどういう結果につながるかというと、まずですね、ペッカが速攻でシングルインフェードに捕まります。で次にバーバリアンキングが、壁の中に入っているんで、壁の外側ですね、これをカットする、ユニットっていうのがもうウィザードしかいない状態になっちゃっているんですね。でスーパーボールブレーカーでおそらくこの壁開けなかったとだと思うんですけども、ちょっと開かなかったのですね、ジャンプの呪文を使っていくっていう感じになってます。でホグライダーが早々に出てきちゃっています。ネクロマンサー進軍がとても遅いので、ネクロがこう先に出てきちゃうと、ホグが先にこう出てきちゃうようなケースって結構あるんですよね。ロイヤルチャンピオンを使うタイミングをちょっと逸してしまっているのが、この少しホグ持たなかったところと、この口方面思いっきりこの壁に隙間が開いてるんで、こっちにネクロがこう流れていっちゃうんですね。ジャンプの呪文に反応してネクロが1体だけで、これじゃあほとんど効果がジャンプの効果がなくなっちゃってる状態になります。で、手持ちのホグライダーを使って、3時方面からロイちゃんを展開していくんですけども、完全に舞台が2個に割れちゃっているので、こうなるとちょっと厳しいですね。フリーズの呪文を使って、相手の、クイーンを止めたんですが、ちょっとそのクイーンのフリーズが取れた瞬間にやられちゃうという形ですね。でも外周にこんだけネクロ残ってますからね、こいつらが中に入ってくれさえすれば全然結果違ったと思うんですけども、このね、外周のそれっていうのを自分は修正しただけですね。序盤の入り方はほぼミッチーさんのをなぞらせてもらったんで、すごいプランニングが楽にできましたし、修正点がすごく明確だったんで、これは、本当にね、そこだけ、ここから漏れていかなければさえすれば、いいだけだったという惜しいアタックでしたね。結果的にこれも90% 強までこう伸びていって、時間切れで終わるというところからしても、本当に今このアタックそのものがかなりいいプランニングで惜しかったとね、こんだけネクロ残ってますからね、いうことがわかりますね。だからやっぱりこの、最近壁にあんな隙間が空いてる配置いっぱいあるので、そういうところからユニットが出ていかないようにっていうのは、特にネクロマンサー使う場合にはすごく注意すべきだし、10日兵舎も早々出しちゃうとネクロマンサーの進行っていうのが結構遅いので、中からホグライダーとかがどんどん出てきちゃいます。自分のね、アタックでも、ホグライダーを入れてたんですけども、後から出したんで、それがネクロマンサーとうまいことこう並行して進んで、機能したというところですね。でですね、これネクロマンサーを使う場合と使わない場合っていうのが当然あるんですけども、使わない場合はちょっとね見ていきたいと思います。これ涼太郎さんが取ってきてくれたこのアタックなんですけども、これですね、さっき言ったように透析機にクエイクライトニングを当てて、そこからこういうふうに、ここにクエイクライトニングを当てて、こういうふうにおでんで削ろうと思っても、結構これ、両方も削りにくいんですよね。どっちにしても、こうにしても、こうにしても同じです。どこにしても削りにくいんですよ。なので、そういう場合には、いっそのことを、ネクロを使わずに、シングルインフィールドですごいネクロやりたくなるんですけどね。あと、最終視点、ここにマルチがあるっていうのもちょっと嫌かな。グランドオーデンのオデヒーから、こんな風に、普通にですね、オデヒーで相手の、季節を削っていって、イエティラッシュっていう、形も、派生系としてすごく使えます。なので、イエティを使う人はネクロを使えると思うし、逆にネクロが使える人はイエティも使えるようになるのかなっていうふうに、自分は思ってます。結構私、ネクロマンサーを使う前はイエティを安定戦術として使ってたので、そこから入ったからすごく入りやすいですね。で、おでひでこれは対空砲で確か見るのかな、結構奥まで見ていくと思います。でもそうすることによって、ネクロマンサーと違ってイエティとボーラーって足が割と速いので、レイジも持ってきますからね、レイジに乗って加速して一気に、進行してくれるというところを、うまく使って、このグランドボーデンのおでひパート相当長いですね。もうほぼほぼ今2分59秒使って全開なんで、そう考えてみると今1分20秒間ぐらいおでひしてるんですけども、それでも間に合うと、ギリギリですけどね、間に合うというところになります。で、
このね、やっぱりテスランボリーがあった分、だいぶオディヒー時間取られちゃいましたけども、まあ、おかげでかなり削りはしっかりしていると。で、イエティとボーラをガツンと出して、もう、9時、8時方面は、ネクロマンサとバーバリアンキング、あとは、東華兵舎もは入ってないのかな。ネクロマンサとバーバリアンキングで削っているので、まあ、イエティたちは、あまりそれずに、しっかり壁の中に入っていきますね。若干ボーラがそれてますね。で、ジャンプの呪文を使うんですけども、まあ、そこのところで防衛軍来ますが、イエティにレイジヒーラーがついていれば、まあ、多少の、なんていうのかな、ダメージ、防衛軍からのダメージは全然回復できちゃうので、こんな感じでイエティがピンピンしますね、中央部で。で、突撃艦からのレイジイエティで、この、60角を削って、イエティたちが、こっちジャンプの呪文かかってないんで、本来届かないんですけども、ロイヤルチャンピオンがそこでやられないようにケアをしていくと、このテクニックもなかなか渋いですね。東海兵舎を使いたくなるところだと思うんですけども、あえてその区画破壊の、突撃艦を使った。まあ、東海兵舎からのホグでも、まあ、ワンチャン良かった気はしますけどね、ここから東海兵舎を撃ってホグライダーとロイちゃんをガン立てていくっていう方でも、まあ、良かった気はするけども、まあ、結果的にはこれが功を奏してかなりですね、イーティの数が残っているというところですね。で、ロイちゃんが落ちちゃったんで回収結構厳しめだったんですけども、なんとか2分59秒ギリギリのところで、突破できました。やっぱりネクロマンサと違ってレイジの呪文を持っていけるっていうのが、この加速度を生むので美味しいですよね。まあ、その違いっていうのがやっぱりイエティとネクロにはあるのかなと。オデヒーで使える時間が少し違うということですね。まあ、なんでオデヒーの時間を短くするためにライトニングを使うというのも、まあ、ある種、理屈としてはあると思うんですが、さて、というところでですね、次はいよいよこれらを参考にしながら自分のですね、生アタックをやっていきたいと思います。で、ちょっとですね、今回やるのはネクロラッシュ系の、まあ、さっき見てもらったオデヒーからのネクロをやっていきたいと思いますので、では、ですね、でも自分これ初めてじゃないかな、こういう生でライブアタックやるのって。ぜひね、うまくいって、欲しいと思いますので、結構今ね、グランリーグ接戦なので、祈っていてもらえたらと思います。では行ってみましょう。はい、ではですね、生アタックやっていきましょう。で、今回はですね、こんな感じですね。オデヒーからのライトニングで、主力はネクロマンサー大量に持っていきます。で、もらってる援軍は東華兵舎プラスネクロマンサーですね。で、どんな風に使っていくかというと、ここですね、グランドボレーのオデヒーを展開してから、クロスボウ、透析器、ウィズ等ですね、ここ、ちょうどこの壁の、なんていうのかな、1個左側のこの辺ですね、に打つと、全部まとめて壊すことができますので、そこにライトニングを打って、この3個を壊します。あともちょっと残念ながら届かないんですね。なんで、これはグランドボレーのオデヒーで壊すと。で、対空砲ぐらいかな、ちょっと対空砲を壊したところら辺で、こちら側ですね、投下兵舎を投入していきながら、バーバリアンキングを出していきます。で、外周をカット、させていきつつ、この、ウィストの前ら辺に穴を開けて、ウォールブレーカーですね。ジャンプの呪文はこの壁とこの壁ですね、こちら側のこの壁。で、中央部を、殴り倒していくという感じにします。で、ロイヤルチャンピオンは手持ちのホグライダーを添えながら、この、6時、3時方面ですね、削っていきたいなというふうに考えてます。ちょっとこうテスラの森がなんか、まあありそうで嫌なんですけど、まああったとしても火力が割と、アチャ島とかウィストぐらいで、まあそんな高くないので、ワンチャンこのイーグルまでなんとか伸びてほしいなという感じですね。ホグを一応縦にし出すので、伸びるかなという気がします。こんなようなユニット編成ですね。で、ですね、最終的には、まあ、この4時ぐらいでみんなが合流すればいいなっていう感じで思っています。ちょっと回収厳しいかな、もしかしたら。ちょっとそこが少し気にはなるところではありますけども、まあ、大丈夫かな。行ってみましょうか。はい、レッツゴーですね。よし。さて、まずはですね、グランドボレーのオデヒーを展開していきます。しっかりとこのアチャ島の前に出しておいて、爆弾がないか確認してからウィズですね。で、ウィズやヒーラーですね。で、ライトニングすごい重要。ここですね。はい、決まりましたね。で、これでしっかりと壊していきながら、ちょっと金庫に捕まったのが痛いかな。アイスゴーレムも出したいけど、まだちょっと早いですね。もう一度ちょっと、この小爆弾を見ておきましょうかね。こんな感じ。全然ダメ。あっさりとなんかもうやられちゃったな。
はい、ここまで来たらいいですね。いい感じになってきたので、投下兵舎を出していきながら、アイスゴーレムを出して、一気にここにネクロマンサーの大群を全部投入していきます。アーチャークイーンも出しながら、壁開けですね。壁開け、開け、開けって感じでガンと開けていきましょう。はい、オッケー。開いて、で、ここにジャンプの呪文を打っていきます。さあ、あとはこのままどこまで押し切っていてくれるかなんですけども、ちょっとババキンが変な方向に来ちゃいましたね。ちょっとこれはまずいかな。さあ、レイジの呪文を打っていって、さらにここで思いっきり敵が来てるので、さあ、ここキング、リストからの攻防を使って一気に逃げてみたいですね。さあ、ちょっと早めにホグライダーを展開した方が良さそうなので、展開していきましょう。後ろからロイヤルチャンピオンも出していって、テスラモリはどうやらこれは、3時方向か。少し当てが外れたけども、まあ、逆にそうなってくると美味しいかな。ロイヤルチャンピオンしっかりとこっち側を削っていきながら、投石機に振り立てていきましょうかね。ちょっとここでネクロマサがだいぶなんかやられてる音がするので、心配な気がします。さあ、あと上の方に関しては、思いっきりロイヤルチャンピオンが回っていってくれればワンチャン壊してくれそうなので、ウィザードを展開しながら残った時間をちょっと有効に使ってきたですね。上の方に行くアーチャークイーンが黒く残ってくる。ちょっとこれ厳しいかもしれないですね。ユニットがネクロがだいぶ溶けてしまいましたが、アーチャークイーンが食い火の形で頑張ってくれるのがちょっとなんとか救いかなっていう気がしますね。さてこの最後のバルーンをどこに使うかも結構重要だな。さてこのバルーンはどこに使いたいかなんですが、このなんとか大砲壊してくれないかな。壊してくれないか、壊れないか。さあこれでなんとか、これでどうだ。さああとアチャクイが食い火の形になっている。グランドウォーデンが倒れた。うわこれきつい。ちょっとあとちょっとなんだけど、あとちょっとなんだけど、これがきついかな。アーチャークイーンが壁に捕まってしまった。うわマジか、ここで壁に捕まるのは勘弁してもらいたいな。残念っていう感じでしたね。ちょっとテスラモリの位置を読み違いましたね。上にテスラモリがあっちゃうと、あとババキンが思いっきり仮面の中に入ってきてしまったのが誤算だったかな。残念。いやー悔しいですね。ちょっとお口直しをさせてもらいましょう。四季王さんのですね、このちょっとおでひネクロ綺麗に決まってるんで、これを見てですね、本日終わりにしたいと思います。さっきの自分と形としては同じですが、ちゃんとライトニングの一発を無駄にしないですね。ウィストが一発少なくて壊れるんで、こちらの、なんだ、エアスイーパーとクロスボウにも一発ライトニングを入れて、ダメージを無駄にせずに使ってます。こういう細かいところもやっぱうまいですよね。自分もちょっとライブアタックに心臓バクバク状態で思いっきりしくじって、多分ね、思うんですけど自分メンタル弱いですね。いろんな大事な場面でよく見せります。本当に。これはダメだな。ちょっとメンタルを鍛える必要があるな。さあ、今回の、四季王さんのアタックでもしっかりとこのライトニングパートからのおでひで、ここがこう削れていっているので、ネクロマンサーは、上方面にそれることなくタウンホール方面にこう向かっていきますね。で、そのままタウンホールの横からはバーバリアンキング、ちょっとネクロマンサーを添えて出していて、こいつらが、バーバリアンキングを守りながら、進んでいってます。タウンホールにはしっかりフリーズを打って、ここはアーチャークイーンがタウンホールを処理。で、倒壊者ですね、やっぱりこう遅れて出してますね。こうすることによって中から出てくる、確かこれホグライダーが入ってたと思うんですけど、そいつらがきっちりとですね、ロイヤルチャンピオンと一緒に、最後進行していけるようなタイミングを図っているということですね。中央部にはネクロマンサーがしっかりと、壁を開けて、そこから入っていってます。スーパーボールブレイカーの仕事お見事ですね。ジャンプの呪文を使って中央部に、ネクロマンサーヒエラを引き連れて進行していこうという形も、これまんべんなく面で押す形が出来上がってますね。かなりこれはいい形じゃないでしょうか。なんか、ゴレンネクロみたいな、いわゆるサービス終了と言われる、あの系の戦術の、進行を思わせる形ですね。ホグライダーと、ロイヤルチャンピオンが、うまいこと距離を、縮めていけてないんですけども、まあ、ここで合流しましたね。フリーズの呪文すごくうまいですね。イーグル砲と相手のアーチャークイーンを止めていって、アーチャークイーンに関してはネクロマンサーが打っていく。中央のネクロマンサーは、相手のバーバリアンキングを、アーチャークイーンと一緒に倒していくという形ですね。外周部にはまだ能力残したロイちゃんがいますので、投石機とシングルインフェルノがありますが、これはなんとか突破していけそうな感じがしますね。アーチャークイーンのクロークがあるので、ここでしっかりロイヤルチャンピオンと、シングルインフェルノ
をクロークで処理、ロイヤルチャンピオンはホーミングシールドで宝石規模処理ということで、最終の区画までキング、ロイちゃん、クイーンが残っている状態で、これは進行できて、しかもネクロマンサーの数も猛烈にいるということで、まあこれですよね、これがオデヒーネクロですね。いやー、自分のはなんでミスっちゃったかな。まあ、テスラモリーがちょっとあったことが予想外でも、あそこにババキンが当たっていればおそらく突破できただろうし、まあ、あと透析機、最後の透析機にフリーザーというのが遅かったのかな。まあ、ちょっと後で、この動画をね、締めてからですね、きっちり反省会はしたいというふうに思うんですが、まあですね、こんな形で、オデヒーネクロどうでしょうか。なんだ、ライブの感覚も、見てもらいながら、使い方が少しでもこうですね、分かってもらえたら本当に、嬉しいなというふうに思いますので、またですね、うまいことこう相手の配置がハマれば、自分の生タックも加えていきながら動画分かりやすくしていきたいというふうに思います。というところでですね、本日の動画これで終わりにしたいと思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルではですね、タウンホール11から13の動画、取り扱っておりますので、これから、そのタウンホール隊になる方も今なっている方もですね、ぜひ、これもご視聴いただけたら嬉しいというふうに思います。では本日この辺りで動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。